まずはファイターズの4番が登場です。仕上げた。スタンドバックネット越えました。交流戦明けからしばらく、ね、そのホームランの数というのはなかなか伸びてませんけども、ええ、まあ、それでも前半ずっと稼ぎましたから21本。見逃しの三振。今日中田翔から2つ目の見逃しの三振を取りました。3球勝負でした。そうですね、それも全部まっすぐ、どこです、これどないし打つんだというような感じですね。いや、気迫のピッチング、菊池雄星です。もうリリースポイントから投げた瞬間、その糸を引くような感じで見えてるんじゃないですかね。